皆さんこんばんは、 MK です。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル灯火の星パート12やっていきましょう。前回の続きでピチュー戦からですね、相手が攻撃なのでこっちは防御でいきましょう。タコゾネスでいいかな。何を持ち込もうかな。ハイパースマッシュってなんだ。ハイパースマッシュって何。ちょっとこれ見たいんだけど、ボタン長押しによるスマッシュ攻撃のためがすぐ最大になり、攻撃力がめっちゃ強くねそれ。え、やばくね。これでやろう。ハイパースマッシュすご。はい、ピチュー倒すとファイターが仲間になる。母体を支配から救い出せ。やっていきましょう。うわ、目真っ赤やんけ。どうした、寝不足か。いけ、いいぞいいぞ。何をしている。危ねえなお前。もうこ、オッケー、勝負ついたんかと思った。はい、これがもうすぐ最大になるんだ。なるほど、オッケー。危ないってば。しかし、とととととこうこう、危ねえ。白い横すま、ああ、ジャストシーデルと避け上がって、オッケー。バナナガンだ、バナナガン、オッケー。バナナガンなんかめっちゃ強いよね。ということでピーチュー参戦ありがとうございます。おお、スキルのかけらすんごい手に入ったぞ。ただね、100貯めたいんだよな。はい、で、あれ、なんか奥にあるぞ。まだ終わってないぞこれ。ファイター助けただけやんけ。やっぱりボスがいるんだよここにも。これを取って、これを取って、でここ1個つけないとこっちに行けないでしょ。でここ行った。やっぱね、奥にいるぞ。奥あるぞこれ。どうやって行くんだ。あれ、こっちから行けた。ここ行って、あ、行けるじゃん。行けるね。でもボスじゃなくね、やっぱり。あれ、オーデンチナマズ。まあいいや、やっていきましょう。ハイパースマッシュは変えなくていいな。相手が防御なんで投げでいきましょう。ハイパースマッシュ、あ、ハイパースマッシュ、電撃無効か。電撃無効つけとくか。よし、 OK。 いやー、なんかビクティに一枠であれだったらすげえな。電撃休暇設置で、電気攻撃がパワーアップ、耐性を強化して挑め。おお、めちゃくちゃでかいピカチュウ。おいおいおい、いけいけ、待て、おち、そんな暗い、ちょうどびくしょ、そんな暗いことある。はいはいはい、ピーカー、オッケー、ピーカー、いいぞ、ピーカー、ダメだ、危ねえお前、ほらよ、ピーカー、よし、はい、いいぞいいぞ、来い早く。あ、なんで投げた。ピーカチュウの1回の山がでかすぎる。こっち、あったあった、危ねえ、うおー、何それ、オッケー、ここ下投げして、ピーカー、オッケー、いいぞいいぞ、危ない、だだだだだ、ここ、下スマッシュ、いいぞ。危ね、上投げして雷だ、オッケー。これめっちゃ強いよね。はい、オーデンチナマズゲットしました。お、電池ナマズ解放、これもゲットした。まあいいや、2個手に入ったね今ね。これでスプラトゥーンステージ終わり。おお、何かが起こった。それ何、それがビリビリするとどうなるの。どっかが開く。なんだい。はい、発電所っぽいところがビリビリすると、あ、そこかい。あそこも開くんだ。結構いろんなとこ開くんだねこれで。じゃあやってよかったかも。ボスはいないみたいだけど進みやすくなったねこれで。で終わりか。電力プラント完全クリアでいいのかな。いいっぽいね。よし、じゃあ戻りましょう。よしよしよし、ボスがいるかと思ったけどそうではないみたいだね。はい、ここ3つも持てるやん。あ、2つまでか、2つ持てるやん。で、ここが、ここに入れて戻る戻る。よーし、これで電力プラント制覇だな。いやでもね、意味はあったと思う。来た意味はあったはず。よーし、進んでいきましょう。どっちだ、あっちに行きたいんだよね結局。こっち、こっちでもいいな。あ、そこのファイター助けたい。カイゾン&リサ、どうもりですね。相手が防御なんで投げでいいですが、トロンボーンちゃんでいいかな。フライボン、重力、あ、重力変更無効、これはでかいんじゃない。なんで改造リサが重力変更なのか分かんないけど。全員ふわふわしたジャンプになる空中戦を生成、しばらくすると特定のアイテムが大量出現。分かりました。特定のアイテムってなんだ。いっぱい、オッケー。なんだ、低重力か。なぜ改造とリサで低重力化になるのか分かんないけど、めちゃくちゃふわるやん。アイテム大量出現。はい、あ、激辛カレーが欲しいです。あ、危ない、それ爆発する。こっちだよ、ほい、
まだかまだか。あ、スティルダイバーありがとう。スティルダイバー、あぶねえ。スティルダイバー強いよ、スティルダイバー。待って、君たち、どこ行くの？そのまま落ちてくださる？ほいほいほい。下、すま、下、くっそ、なんだそれ。そんなふわふわする？おらよ。おいよ。ケーキください。ダメだ。落ち着け、落ち着け。アイテム大量出現。うん、待て待て待て。あぶねえ、うおー。あ、やべ、やっちゃった。まさかのすごい変なとこでやっちゃったわ。もう一回やらせてください。なんかすげえ時間かかんぞ、こいつ倒すの。パッパと倒そう、パッパと。いいって、アイスクライマーさん。いきますよ。はい、いいぞいいぞ。危ない。オッケー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 。低重力化関係ないから、低重力化とか。はい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 。今ピンクの方が本体だからね、いつもと逆だから。改造リサだから、確かにリサの方が主人公というかあれになってんだね。はい、でこれ持って投げる。土星さんか、これいらないな。ほい、土星さんいらない。はい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 、よし、いいぞいいぞ。これ引っか、あー、引っ掛けておきたかった。雷、よーし。土星さんいらない。当たる、来るよね、全然来るよね。はい、あー、待って待って、いいって、そういうの。下すま、くっそ。でここを投げる。うー、爆弾だった。危ないよ。ほい、どうだ、まだか。これを当てればワンチャンあるぜ。当たんねえしよ、あぶねえ。ちょっと待って、その爆弾、その爆弾俺に仕掛けさせて。あー、だ、また仕掛け刺さんねえし。ほい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 。あー、そっちじゃないんだよね。あ、やばい、危ねえ。でもね、片方になったらもう勝ったも同然だから。オッケー、まだか。ほら、オッケー。あー、くっそ。落ち着け、落ち着け。やばいやばいやばい、だだだだだ。スティルダイバー投げて、これ仕掛けよう、今度こそ。よし、引っかかってもらえますか。そこ引っかかっていただけると幸いなんですが、引っかかってはくれない人。雷、くっそ。雷、くっそ。ほら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 、スマッシュ当たんねんだよな、ウニちゃん。オッケー。まさかのウニちゃんでとどめ。改造&リサゲットですね。ファイターがそこにいたはず。誰だ？ここはなんだ？迷いの森意識なの？ゼルダの。ってことはリンクか、リンク？ダックハント全然関係ねえ、犬だったわ。攻撃でいきましょう。グラードンでいいかな？スティルダイバー持ち込んで、どうしようかな。こんな感じでいいか。よし、ダックハントはまあ、ここはあれでしょ？倒すのとファイターが仲間になる。母体を支配から救い出せ。これ一応ほら、カルガモの方も目が赤くなってんだね。行きましょう。ほい、来いよ、来いよ。待って、全、え、思ったより食らんねえんだけど。危ない。はい、おいよ。待って、強くね、強いぞ、思ったより強いぞ。はいはい、いいよいいよ。おい、あ、下すま、いいねいいねいいね。ここ下、オッケー。はい、あー、待って、たたたたたた、危ねえ。ほいほい、ほら、いいね、甲羅を投げる。うまい。そんな早く飛ぶ。でももうちょっとあると思ったけど。ダックハント参戦ありがとうございます。ピカチュウにグラードンがついてるのもなかなかシュールだけどね。よしよし、ダックハントゲットで、まだ進める。あ、ここまでか。ここはちょっと待って、どこで曲がれるのか全然わかんないんだけど。ここ行くしかないのかな、結局。はい、サライムシやっていきましょう。ピクミンシリーズですね。相手が投げなんで、こっちは攻撃。さっきのでもいいけど、あれ、来ない。来ない。あ、まあ、これでいいや。アイテム引き寄せ、こんな感じで。いいんだよ。1だからクリアできるさ。はい、ピット。相手はアイテムに気を取られやすい。奪い取れ。わかりました。緑ピットさんですね。おお、めちゃくちゃいる。そんないると思ってなかった。雷結構来る。あ、それ強いもん。それ強いもん、ダメだよ。それ強い、それ強い。危ない、危ない、危ない、それ強い、それ強い。こっち逃げる。ここ雷、くっそ。はい、全然当たんねえな。ほい、あー、それそれそれ強いもん、それ強い、それ強い。俺の俺の俺の、よし、オッケー。でここ下す、めちゃくちゃ守るやんね。めちゃくちゃ守る。危ないってば。はい、上、あー、無理か。上、くっそ。横、いいね。あ、これ俺の、これ俺の。はい、上、雷で行くんでね。無理か、誰か行って。よし、オッケー。これでまた一人行った。雷、くっそ。雷、あー、ダメか。また俺の、
またこれで一人行って、その前に俺が横須賀で、あー誰かやって、誰かやって、それ、おーっと行った。ちょっとギャラが関係なかったけど、いいんだいいんだいいんだ。よーし、スキルのかけらもゲット。いいねいいね、結構今回は調子いいですよ。でそろそろ迷いの森を抜けたいところなんですが、ナチュレ出た、これ難しいでしょ。メインファイターを倒せば勝利。ミー剣術タイプか、相手が防御なんで、あこれで、あどうしようかな、電撃攻撃強化でいくか、とりあえずこれでいきましょう。ミー剣術タイプか、相手の必殺技がパワーアップ、技の隙を見極めろ、制限時間ありの乱闘時間内に倒せ。分かりました、55秒だね。ナチュレスーツだ、待て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 、はいはいはい、うおー、あれが来た、なんだっけ、鉄血のなんだっけ、あー忘れた、あのさ、今みたいな、あー名前忘れたな、あーめちゃくちゃ名前忘れた、思い出せねー、イライラする、なんだっけあいつ、ゴロロロロゴ、あーいるんだよいるんだよ、ほら待て待て、時間なくね、時間なくね、ほらよ、ナチュレ様、ナチュレ様、ナチュレ様とカービィ同じ声優だからね。あぶねー。ちょっと待ってちょっと待って、はいここ上横行ったべ、まだか、ロッカーだロッカー、そうだそうだロッカー、いけ、これで決まった、オッケー、ゴー、なんだっけな、なんとかのロッカーみたいな、ちょっとね2つ名があるんだけど、鉄拳の豪鉄のロッカー、なんかそういうね2つ名があるんだよ。やってない人全然わかんない。はい、で、これがリクシーコングの帽子、はいありがとうございます。で、こっちか、こっちに住んでゼルネアス、これもやっていきましょう。ルカリオか、相手が防御なんで投げで、よし、まあまあまあいけるでしょう。ルカリオはね、ダメージが入ると攻撃力と吹っ飛ばし力上がるんで気をつけましょう。自分に少しずつ継続ダメージ、時間が経つほど振り、分かりました。相手がでかいね、おーっと相手はゼルネアスを落としたぞ。相手がゼルネアス、で噛みすぎだ、ゼルネアスを落とす、ファインプレー、ここで決めないと無理だぞ、ここで決めておきたい、いいぞいいぞ、リップステック気をつけて、危ねえ、そのリップステック離していただける、あーっと待って、雷よ、あー持って、待って待って、めちゃくちゃダメージ増えるやんけ、いけるいける、復活、あー待って危ねえ今、ほいほい、待って、落ち着け落ち着け、やばいもんそれ、めちゃくちゃやばいもん、下す、横す、横すまだ、オッケー、危ねえ、はいゼルネアスゲット、今モンスターボール持ってたよね最初、多分ゼルネアスを持ってたんだよ、ただ落としちゃったみたい、そんなことある。そんなことある、このステージで、はいなんとかクリア、ここは、はい、うーん、まあ5000は結構でかいんじゃない、でどうやって進めば、お、ここだな、アシュレイ、これはアナザーコード、夏 DS のゲームだよね、攻撃なんで防御でゼルネアスをいらねえな、これでいいや、電撃攻撃強化でいきましょう。相手が倒すべきはしずえか、服だけじゃね、見えない相手が登場、あそうな、このゲームやったことねえんだよな、 DS のノベルゲーだっけ、はい、しずえだけ倒せばいいわけじゃないの、おーいるね、いるいる、ちょっと待ってちょっと待って、まず見えるやつから倒そう、見えるやつから倒そう、見えるやつ倒せないと話なんだけど、ここにここに、あー待て、いやーロケット、あぶね、おーよく今顔したね、はいはい、下すま、見えない、全然見えないもんな相手、これはい、オッケー、これ割れました、ほらいいですね、でここ、あーしずえさん危ねえ今のも、しずえさん、オッケーオッケーオッケー、空中白がめちゃくちゃ強い、ここネズミ花火って、オッケー、片方やった、もう片方、もう片方が見えねえんだ、はい、いいぞいいぞ、ほい、いいぞいいぞいいぞ、雷、よしよし、当たっている当たっている、雷、どこだどこ行った、あそこにいるな、はい、ここは後ろ、下すまで決まんない、まだ決まんない、チーズを食べて、ここ雷、くっそ、どこだどこだどこだ、いるねそこだね、はい、くっそ、下すま、当たんないぞ当たんないぞ、ここだな、でこれいらないな、はいはい、下す、バカバボ、ハニワくんよ、下横、オッケー、誰もいないところに打って、
なんとかクリアしました。アシュレイか。アナザーコードやったことある人いる？ここを見に来てるような人たちの年代だと俺でも俺が小学生の時とかだ、多分アナザーコードって。おーし、ここなんだ、なんか入れるっぽいぞ。お、下に出たレイマン。ちょっと待って、ここなんか下に出たけど来る意味はなさそうだな。後でだ、こっちは。なんだそこ、そこの横行けるっぽい、この橋を。お、改造&リサが直してくれた、ありがとう。で、この岩は、この岩ボンバーマンが壊してくれる、ありがとう。これは結構いいのが手に入るんじゃない、シェリフ。あ、でもレジェンドだ、ありがとう。で、これはここまでか。これ上行けたりとかはしないんだ、しないんだね。なんか上行けそうだったけどね。じゃあ上行こう。ここリッス、ちょっと待って、いいんだよね、近づいてるよね、あの上に行きたいんだもんね。よし行きましょう。リッス、ザ・デッドヒートブレイカーズ、わかんねえ、ゲームがわかんねえ。なんかいいの来ないかな、来ないんだね。何にしよう、こいつでいいだろ。で、下必殺技、ジャイアントか、メタルか、メタルかとかも強いかもね。ただ落ちちゃわないようにはしましょう。空中にいる相手にダメージが入りにくい仕様、ファイターに注意。相手はよくジャンプする、わかりました。ほいほい、いいぞいいぞ。メタルか、結構いけてる。はい、くっそ、下スマだ、いいねいいねいいね。ほい、メタルかが決まった、オッケー、強っ。もう一回これで来ようかな。はい、リッスクリア。メタルカとかジャイアントが結構いいかも。毎回これで来てもいいな。なんか相手の反動を受けずにどん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 攻撃できるから時短になるね。よし、ここファイターいます。メンメンアームズですね。アームズもね、ちょっとだけやったことあるんだよ。あ、メタルカが良かった。あ、なくなっちゃった。ハイパースマッシュでもいいか。よし。メンメン可愛いよね。メンメンかリボンガールだったらメンメン派です。メンメン。メン、メンメン。麺でしょ、でもラーメンの麺でしょ。落ち着け。あ、そうだ、その二刀流な、二刀流ってことになってんのね。危ねえって、ちょっと待って。はい、おー、全然当たんない、全然当たんない。アームズな、実況はやってないんだけど面白いよねあれね。あぶ、いまだに結構やってる人いると思うよね。今回スプリングマンが参戦するかと思ってたんだけど、しないみたいね。まだわかんないけどね、ダウンロードファイターで来るかもしれんけど。あ、いや、だだぶね、それ当たってくれ。オッケー、ピカチュウ当たった、下、下スマ、ヨーコ、あぶね。おお、今スマッシュだったらやられてた説あるぞ。はい、なんだそれ、なんか相手がすごい光ってるんだけど、なんだなんだ、上、ここは、ほい、いった。今カウンターされてたら確実やられてたな。はい、面々ゲット。星3つだからちょっと難しかったみたいですけど、なんとかなりました。で、これでファイターを助けれる、誰だ、リューカス、リューカス。どうしようかな。巨頭持ち込み3つも使うの。あ、この辺でいいか。よーし、まあまあまあ余裕でしょう。リューカーか、 X から登場したキャ、あのファイターだよね。で、4ではダウンロードコンテンツだったんだけど、結構リューカーの方が使いやすかったりする。あー、うそ、俺いきなり食らうね、リューカーの、最強技、リューカーの上スマ叶うやつ。あ、あぶねえ、あいつ何もしてないのにやられたんかと思った。はい、ピカチュウ、あー、たたたたたた、ピカチュウ、いいねいいねいいね。上ピカチュウ、横ピカチュウ、下ピカチュウ、くっそ。はい、まだか、ほい、たい、まだまだね。 PK ファイヤーじゃなくて PK 三段じゃなくて、危ないよそれも。あぶね、おお、今来るとこだったぜ。ほい、下だ、横だ、くっそ、横、横スマ、いいですね。上スマ、一旦、あーだだだだ、そのヘビよ。マザー3もな、やったことあるから設定はなんか分かるんだけど。雷、ほい、いいねいいねいいね。コンボがどんどん決まっていく。雷、復帰して頑張って。ほい、あーだだだだ、おー、危ねえ。上投げ雷、当たってね、飛びすぎだもん。横スマ、当たんね、ほいや、卑怯だぞ。リンゴオーレの、あ、リンゴオーレのクッソ、オッケー、やばいぞ、あいつ PK スターストーンもあるぞ、やばい。
待て待て待て、それやばい、それやばい、来てる来てる、やばい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 、ほんとやばい、ほんとやばい、ギリ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 、なんとかなんとか生還しました。危ねえからほんとに危ねえ、ちょっと待って、まだいけるまだいける、お、あー待て待て、上スマ食らったら死ぬわ、はい、うーまい、危ない、龍華参戦、オッケー、スキルのかけらファイターが参戦するたび10個もらえるのでかいよね。よーし、これで結構進んだんじゃない？はい、こっち行きますか、宝箱取っちゃいましょう。マスター遠盛りですね、ファルコ会、フライゴンでいっか、電撃攻撃強化でこいつあの埴輪とか保管してくれるんだよね、 DS の DS3DS かのやつだと。メインファイターを倒せば勝利、分かりました。特定のアイテムが大量出現、うまく拾って使いこなせ、分かりました。何が落ちてくるんだろう、コーヒーカップとか回復アイテムかな。すごいルイージマンションに合わない曲なんですが、キッスハトの巣の曲が。おい、ファルコさん倒す、おやっぱり紅茶がすごい出てきたね、はい、ほいほい、いいよいいよ、ちょっとファルコさん集中狙いでいきましょう。別に逃げるわけじゃないもんね、ファルコさんを、オッケー、え、まだじゃね、おいっと、めちゃくちゃ当たりどころが良かったらしい。はい、マスターゲットですね。結構スキルのかけら集まったんじゃない？一回いじってみる？スキルツリー。100個あるかな？ 100 個まだないかな？ここ開けてからにしよう。これ、可能性あるから。あー、おやつか。スキルツリーで、152めっちゃあるやんけ。どこやりたいんだったかな？これは？連続回避ペナルティで連続で回避を出しても動きがゆっくりならなくなる、分かりました。あ、これいいね、高速切り札チャージ、これが欲しかった、これありゃもう最強っしょ。メテオ強化、まあこの辺もやっとくか適当に。これやっておきましょう、はい、オッケー。これなんだ、強攻撃強化デラックスハイパースマッシュ、お、このハイパースマッシュゲットしたな。次150集めたらこっちやろう。で、こういうとこも一応拾っていきましょう。アシュリー、レジェンドだ、レジェンドか。あ、操作判定無効、これはでかいね。足飛び際を呼び出してくる相手が、相手に魔法攻撃が効きにくい使用ファイターに注意、分かりました。アシュリーめっちゃ可愛いかんな。おー、しかもアシュリーのテーマ外国語バージョンでいきましょう。ミー剣術タイプ、おー、リドリーが、ちっちゃいリドリーが、はい、アシュリー、落ち着け落ち着け。ミー剣術タイプどこ行ったの、ミー剣術タイプ全然関係なくなってない、あれ、ちょっと待って、食らってる食らってる食らってる、落ち着け落ち着け、はい、鳴らせ鳴らせ鳴らす鳴らす、ほい、鳴らした鳴らした、これで満足か。何か俺に強化をください。何、メタル化だ、メタル化か、早くよ、メタル化切れちゃうでしょ。来た、アシュリーが来たぞ、おい、アシュリーをやるんだ、オッケーオッケーオッケー、ほいほいほい、いいぞいいぞ、おい、くっそ、へへへへ、砕け、砕きます砕きます、めっちゃ砕くめっちゃ砕く、俺が砕いた俺が砕いた、あー、誰も砕いていない、いけるいける、そんな強くないっしょ、はい、オッケー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 、あれ、いったんじゃね、まだか、おい、いいぞいいぞ、ピーカチュウピーカチュウピーカチュウ、左右反転関係ないからね、オッケー、あの、あ、捕まれた、まさかの捕まれる、かわせ、わかりました、ちょっと待って、ここだここ、横でもいいはず、オッケー、その前にクリア、レジェンドの割にはって感じだったな。オッケー、アシュリーなんとかゲット、あー、危ねえ、マジで危ねえ、はい、で次があそこか、上も気になるところですが、先ちょっとこっちやっちゃおうか。アシュナード、ファイアーエンブレムシリーズ、これはよくわかんないな。相手が攻撃なんで防御を使っていきましょう。高速切り札チャージ、体力強化。体力強化が来たってことは、体力性乱闘なんだろうな。体力性の乱闘、相手の HP0 で撃墜、相手の防御力アップ、手数で勝負、わかりました。リザードンもいるって書いてるね。だけど、ガノン、どっちもか。どっちも倒す必要はあるみたい。よこす、待って待って。めちゃくちゃ食らうやんけ、落ち着け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 、めっちゃ食らうやんけ、待って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 、横横、ええ、
下下スマ下スマ横スマいいぞ、下スマ下スマ落ち着け、下スマ下スマいいね、バナナガンだ、バナナガンをください。はいはい、くっそ危ねえ、下スマ、今何で物当たってない、やばいぞやばいぞ、横スマ、おいおい待て待て、雷たい、雷らせて、オッケー、雷オッケー、いけるいける、リザードンがあと12、リザードンがあと12、高速切り札、あーお前に当てるつもりじゃなかったんだけどね、もうないじゃん体力、ガノンに当てたかった、ガノンいけるぞ、あぶね、それを食らっちゃおしまいよ、やばいやばいやばいぞやばいぞ、29、相手俺13なんだよ、はいはい、やばい、あぶない、やばい、下スマだ、いけるか、ほい、あと0、あぶねー、俺も8だったからな、これ一発食らったらアウトだったぞ、よーし、アシュナードゲットしました、スキルのかけらも2個ゲットで、奥にいるあのバスはね、多分カッペイというか運転手を持ってればいけるやつじゃないかなと思ってるんだけど、はいですよね、運転手がいればいける、これ行くとどうなるんだ、行くだけ行ってみるか、おーっと、めちゃくちゃ変な場所行くのね君それ、え、すんごい走るやん、すんごい走るやん、すんごいとこ行くやん、あ、ファイターいた、村人ファイター助けようか、はい、しずえさん、攻撃でいきますか、じゃあ今回このしずえさんを助けるとこまでやっていきたいと思います、ハイパースマッシュ入れていきましょう、しずえさんかわいいよね、今回参戦したの結構嬉しかったんだよ、しかもあれだよね、村人のダッシュファイターじゃなくてちゃんと参戦してくれたからさ、はい、下スマだ、普通に戦うやつはね負けようがないというか、まあ負けようはあるけど、なんだろう、そんなにね深いこと考えないでただスマブラしてればいいんで、ほい、もう行ったのでは、ピカチュウピカチュウピカチュウ、ここ、はい、ほい、まだか、落ち着け落ち着け、いけるか、しずえさん、いけるね、ピカチュウピカチュウ、おーっと、しまったぞ、私の電撃をしまった、はい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 、はい、うまい、ピカチュウ強え、はい、しずえ参戦ありがとうございます、じゃあ今回はここまでかな、結構手に入ったもんね、じゃあ次回ちょっとバスで戻って、なんだ、本来のルートに戻ってやっていきたいと思います、あれ霧が晴れた、そこも行けるんだ、ちょっとこっち寄り道する、見てみる、あー、ファイターいるね、あー、この辺寄り道しても面白いかも、寄り道しよっか、よし、じゃあ次回ちょっとこの辺寄り道していきたいと思います、ということで今回の実況はここまでです、チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします、また次の動画でお会いしましょう、さよなら。